ションダムです。お世話になっています。さあ今日の動画なんですけれども、今日の動画はなんとお迎え報告動画になります。よろしくお願いします。はい、お迎え報告動画になるんですけれども、多分ですね、今日ご報告させていただく子はですね、多分そのションタムズーを見てくださってる皆さんからしたら、意外ですねみたいな子をお迎えさせていただいたんですよ。いやー、ですね、僕も意外な経緯でちょっとお迎えさせていただきまして、実は僕自身初めて飼う、タイプの生き物になるんですよ。で、よろしければ皆様、例えば飼育されている方いらっしゃいましたら、いろいろとコメント欄なので教えていただけたら本当に幸いですので、何卒よろしくお願いします。いやー、多分見ていただいたらびっくりするんじゃないかなと思います。はい、もう、はいはい、では今日の動画も行ってみましょう。今日もよろしくお願いします。さあ今回お迎えした子はですね、このケージの中に入っています。結構臆病な子なので、シェルターの中に常に入っているような感じですね。じゃあちょっとシェルターをどかして出てきてもらいましょう。この子になります。ドン、ちっちゃい。もう少しアップで見てみましょう。そうなんです、まだまだベビーで可愛らしい子なんですよ。さあちょっとね、手に乗せて皆さんに近くでお見せしたいと思います。あ、そう、ちょっと早いんですよこの子。ちょっとごめんね、怖いかもしれないけど、あ、ごめん、ちょっと待って。いや、このね、小さいから力の加減が分かんないんですよ。あ、よかったよかった、来てくれた。今回お迎えしたのは染め分けささくれヤモリでございます。かわいいめちゃくちゃ可愛いですねこの子。いや、ちっちゃいんですよ、ベビー中のベビーなんですよね。あー、どこ行くの。この子は知り合いの元で繁殖された子でして、よかったら1匹どうですかというふうにお話をいただきましたので、今回お迎えする運びとなりました。いやー、染め分けささくれヤモリってこんなに可愛いんですね。最初見た時はですね、多分ちっちゃいヤモリちゃんだからな、怖いなと思ってたんですけど、ちょっと見たらですね、めちゃくちゃ可愛くて、お迎えする運びとなりました。なんか初めて見た時、この目がかっこいいなと思ったんですよね。すごくないですか、なんかこの宇宙人みたいな目。そのね、体が可愛いんですよね、本当にちっちゃい。現在ですね、コオロギの S サイズをですね、ポンとね、放っておくと、ね、自然と食べてくれるので、餌食いも問題なく順調に大きくなってくれてますね。霧吹きすると水もしっかり飲んでくれますし、今のところ健康には問題ないかなと思います。ちょっとね、まだ小さいんで臆病で、ほら、シェルターの中にすぐにスルスルスルーっと入っていっちゃうんですよね。もうこれも可愛らしいんですけど、ほどほどにね、してあげようと思います。ちょっと後日、あまりにもあのケージは広すぎると考えましたので、虫かごを用意しました。ちょっと小さめのケージにサイズチェンジしていきたいと思います。床材はキッチンペーパーを敷くことにしました。染め分けささくれヤモリは高多湿地表性のヤモリだそうなので、まあ吸水性のあって、なおかつ湿度が保てそうな床材としてはキッチンペーパーはいいかなと思ってこれにしました。そして須藤のベッドシェルター、これに水を入れて、さらに湿度を保てるようにしていきます。飼育環境はこれで以上ですね。いや、ちょっとこれで合ってるかどうかわからないので、もし詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いします。ちなみにですね、今回お迎えした染め分けささくれヤモリちゃんのお名前はですね、めめめちゃんに決まりました。なんかね、染め分けの目っていうところになんかちょっと印象が僕の中でついたので、めめめという名前をつけました。皆さんよかったらめめって呼んであげてください。めめちゃんって感じでね。いいですね。可愛いじゃないですか。はい。手抜いてないですからね。で、めめめちゃんを戻してあげて、最後、霧吹きかけて終了ですね。いや、なんかヤモリのね、水の飲み方って独特ですよね。自分の体についた水をこう舐め取って水分を補給する。あの姿をですね、今まで画像であったり動画でしか見たことなかったんですけど、生で見れてちょっと嬉しかったですね。
はい、いかがでしたでしょうか。かわいいね、染め分けささくれヤモリちゃんを、お迎えさせていただきました。いや、ちょっとね、最初のケージがね、あまりにもね、だだっぴろだだっぴろすぎてね、まあ、うちにちょっと来た時に、空いてるちょっとケージがあまりにもなかったので、ちょっと一回水槽で代用しまして、で、今は、あちらの、このね、ここに映ってる、この、虫かごにね、飼育させていただくことにしました。いや、本当にですね、ちょっと染焼けささくれヤモリを飼育を初めてするので、ちょっとわからないことだらけかもしれませんが、まあ自分なりにちょっと今調べてはいるんですけど、わからないことがいっぱいありますんで、もし、アドバイスであったりご教授いただけるようでしたら、コメント欄にて教えていただけますと、幸いです。何卒よろしくお願いします。今日の動画はこちらで以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクストタイム。バイバーイ。